今日は新型ベゼルの動画になります。7月30日で納車してから2年が経過しました。いやー、2年って早いですね。納車待ちの時は1年が長かったですが、買ってからはあっという間に時間が過ぎていきますね。走行距離は2万8000キロに達しました。1年で1万4000キロってことは1ヶ月で1100キロぐらいは走ってるって感じですかね。結局カスタムはほぼしてないでノーマルのまま乗ってます。ホイールをオレンジ色にしようと思いましたが、予算をバイクやKワークスに回してしまったのでベゼルは何もできず。でもベゼルって何もしなくても十分な感じなんですよね。顔は車全体の中でもイケメンな感じなので、どのシチュエーションでも合うんですよね。完全な SUV ではないので街にも溶け込める、かつ田舎でも合うんですよね。走りはガソリン車は乗ったことがないのでわからないですが、ハイブリッドは2モーターなので坂道でも十分な加速が得られます。排気量は 1500cc と小ぶりな感じはするんですけど、モーターのおかげであまりストレスなく走行することができて、街乗りでは十分なスペックだと思います。アウトバーンで走るとかだとちょっと物足りない排気量って感じはしますけどね。高速道路では100キロまでぐらいしか速度は出さないので、 1500cc の排気量のエンジンでも十分です。あとワインディング走行については SUV だからロールするんじゃないのと思いがちですが、走ってみるとちょうど良いサスペンションと、ホイールが純正で18インチとタイヤが大きく幅は225と太いので、ミニバンに比べると安定した走りを実現しています。意外とワインディングに強いと思います。静粛性もあり長時間運転していても疲れないです。ただクーペスタイルなのでフロントガラスの角度があり狭いので視界は微妙です。普段ミニバン乗ってて試乗してみたらこれはちょっと無理となるでしょう。セダンやステーションワゴン乗ってて試乗してみたら違和感ないのかな。私のベゼルは Z のハイブリッドでオプションで全方位カメラとプレミアムオーディオを装着しました。全方位カメラは重宝してます。ハスラーの時にあってよかったのでベゼルでもつけましたが、駐車する時にあると便利ですね。特に大きな車だと重宝するんじゃないですかね。ミニバンとかプレミアムオーディオは音楽は好きな方なので音質も少しは関わりたい。でも関わる人はスピーカーやオーディオやらウーファーも社外にされる方もいますが、そこまではこだわってないので純正のにしましたが、まあこれで十分でしょう。サブウーファーも良い働きをしていて低音と音のバランスが良いです。ずっと音楽を聴きながら走っていたい感じになります。普段基本子供を乗せてるのでオーディオってあまり聞かないんですが、気分転換で夜ドライブするときに聞いたりしますが、とても良いです。インテリアについては天井が黒だったら最高だったのにというのはありますが、その他については十分な感じです。後部座席を倒せばフラットになり、車中泊も簡単にできる車ですが、チャイルドシートを常につけてるのと子供がいるので宝の持ち腐れ、子供がいなかったら10日ぐらい休みを取って九州やら北海道を回りたかったです。レブル250の時と同じような感じで日本を回りたかった。ハイブリッドだと燃費が良いですからね。2万8000キロ走って平均で22ぐらいでしょうか。トヨタのカローラクロスの方がもっと良い数字を出してるかもしれないですが、22なら十分な数字だと思います。燃費が悪いと遠出するとガソリン代がかかるってネガティブな感じになりますが、燃費が良いと遠出があまり気にならない。新型ベゼルは前にも言ったと思いますが、何かに秀でてる車ではないがバランスが良い車って感じです。これから買おうとしてる人にはおすすめな車ではありますが、新型ベゼルの初代よりも価格がハイブリッドだと30万個くなっているので、そこがちょっと気になるところですかね。今買うと私が買った時の値段にそのまま30万を上乗せする感じなのでしょうか。そういえばまだ私の新車価格を言ってなかったのでお伝えしますと、
合計で385万でした。そこから15万の値引きで370万です。この中に初回までの整備費用と車検の法定費用以外のパックに入ってるので、それを抜かすと350万ぐらいといった感じでしょうか。ベゼルって意外と高いんですよね、汗。そして新型ベゼルは最初のうちは、コロナの影響、半導体、何かの部品がないとかで、なかなか販売台数が伸びなかったが、やっと本来の販売台数になったのかと思います。2024年7月4日ホンダはコンパクト SUV のベゼルの1月から6月における販売台数が 44,164 台となり、2024年上半期 SUV 新車販売台数で第1位を獲得したと発表した。2024年4月にマイナーチェンジされてからさらに人気が高まり、ついに2024年上半期では SUV 新車販売台数で第1位を獲得した。ちなみに自販連が区分する SUV とはいわゆるジープ型の 4WD 車で、ワゴンとバントラックを含む国産車とされている。なお2024年上半期の SUV 新車販売台数ランキングトップ5は次の通りだ。1位ベゼル 44,164 台、2位ハリアー 35,294 台、3位 ZRV 23,333 台、4位エクストレール 18,621 台、5位ランドクルーザー 16,719 台。クラスは違うものの、ハリアーや ZRV に大差をつけた1位となっている。 ZRV ってこんなに売れてたんですね。全然ダメなのかと思ってました。また登録者の2024年上半期乗用車ブランド通称名別販売台数ランキングトップ10は次の通りだ。軽自動車は含まない。1位カローラ 85,201 台、2位ヤリス81,715 台、3位シエンタ 55,649 台、4位ノート 52,857 台、5位ベゼル 44,164 台、6位セレナ 40,169 台、7位フリード 38,429 台、8位アルファード 37,385 台、9位プリウス 36,790 台、10位ハリアー 35,294 台。去年2023年の上半期トップ10には、ホンダ車は1台も乗ってなかった。今年はベゼルとフリードが乗ってるが、ベゼルは前年比 194.0% です。気になるのはアルファードですよね。あんなに高い車なのにこんなに売れてるんだ。あと気になるのがフィットがランクイン。してないが、もう復活することはないのか。ちなみにフィットは 32,764 台で前年比 109%。 そしてステップワゴンが 34,932 台 218%。 フィットよりステップワゴンが売れてる。フィットはモデルチェンジしないと売れなそうですね。それもガラッとスタイルを変えない限りはトヨタには勝てないのだろう。フォルクスワーゲンのポロみたいなスタイルにしたら売れそうだけどね。なお自販連では通称名で販売台数を発表しているので、カローラにはカローラクロス、ヤリスにはヤリスクロスが含まれているが、それぞれモデル別の台数については発表されていない。ベゼルがこんなに売れてるとは思いませんでした。でも最近街中でベゼルを見かけることが多くなったので販売台数も増えてる証拠ですね。あまり増えすぎて昔のフィット状態になるのも嫌ですが、それかプリウスだらけとか。ここまで完成度が高いと次のベゼルはどうなるんだろう。2021年に2代目ベゼルが発売されて3年が経過しましたが、あと4年も経てば3代目ベゼルが登場するってことですよね。気になるが次はベゼルではなくミニバンになるのだろう。子供が少し大きくなると自分で乗り降りすることになるので、乗り降りがしやすいのと遠出する際に足が伸ばせる快適空間が欲しいので、そうなるとミニバンになりそうだが、新車で買うと高いのでもしかしたら新型ベゼルを売って中古のミニバンになるのかも。多分売るとしたら5年目の時になるのかな。
買った時の金額に初回車検までの費用を払ってるので、5年までなら低予算で乗れる。そしてちょっと前に新型フリードが出ましたが気になりますよね。まだ見てもないですし試乗もしてないので、そのうちしようかと思います。簡単な走行動画です。ナンバー隠しが取れてしまった。クーペ SUV なので走ってる姿がかっこいい。リアゲートを開けるとこんな感じ。180センチの身長だとギリ。雨宿りはなんとかできる。リア扉が斜めな作りになってる分、雨宿りできる部分が少ない。今まで雨宿りしたことはないけど。荷物を下ろすだけなら問題ない。運転席に乗り込むとこんな感じ。後部座席に乗るとこんな感じ。ホイールが18インチだと見栄えが良い。タイヤ幅は225ミリと安定した走り。SUV なのでモールとタイヤの隙間が大きい。リアゲートは車内から、キーから、手動と下のセンサーで開閉できる。この機能はあると便利だ。トノカバーは邪魔だから取っ払った。隠し扉には少し荷物が入る。今は後部座席はこんな感じ。停車中に子供が寝た時に落ちないようにエアクッションを置いてる。反対側の後部座席は常にチャイルドシートが置かれてる。まず倒すことはないが、たまに座席を倒すことがあるが、フラットになるのは使い勝手が良い。こんな感じだ。この後部座席の跳ね上げは2年で一度も使ったことがない。そして汚い。ここにはプレミアムオーディオのサブウーファーが取り付けられてる。まず見ることのないエンジンルーム。VTEC エンジンだったら、オレンジ色のホースはおしゃれな色だな。見てもよくわからない。カスタムしたところといえば、ここと。ここと。ここと。ここは黒に塗装した。あとはラゲッジマットですね。撥水性はないがクッション性はある。傷防止と。ここにも傷防止と、これぐらいです汗。カスタムしたうちに入らないですね。エアロは一切カスタムしてないですね。エアロって高いのでそんな予算ないです。やるなら途中からではなく納車と同時に。一気にやった方が月々の支払いが。低予算でできるのでその方が良い。ちなみにこの車は3分の1はローンで払ってます。ローンは銀行で借りて金利 2.0% でした。ディーラーで借りると金利が高いのと、残価設定でも金利が高いので銀行にて。と話が長くなってしまいましたが、これから買われる方、プチカスタムの参考になれば良いです。